スパイクが打てるのはトスが上がるから。もう一回、俺にトス上げさせてくれ、朝日。トスが上がるのはそこへつなぐレシーブがあるから。俺がつないだボールをあんたが勝手に諦めんだよ。そのスパイクを打つのだって俺だけじゃない。 みんながそれぞれの仕事をしていたのに、俺は一人で勝てないの当たり前です。だからみんな朝日さんをエースって呼ぶんだ。まだバレーが好きかもしれないなら、だからもう一回トースを呼んでくれ、エース。おらい、島田さん、すごー。 もう一本。 エースが待ってる。トスを呼んでる。ネットから少し離した高めのトス、何本も何本も上げてきた朝日の得意なトス。単純なこのトスでも精一杯丁寧に。君向こうのチームに肩入れしてんの。悪いけどまた止めるよ。当然だ。手なんか抜いたら何の意味もねえよ。うわ。 頼もしい背中の守り、俺のための一番打ちやすいトス。不足なんてない。単純で当たり前のことをいつの間にか忘れていた。俺は一人で戦ってるんじゃない。打ち切ってこそ。 Yes!